終点選ばれたらしいですけど、あの男クッパにも終点選んでくるんですよ終点好きすぎませんか、ね、自信持って選んでくるんで逆に怖いんですよね本当逆に怖いんですよこれ何してくんのみたいな本当にこのステージクラウド強くはないはずなんですけどね、まあまあ、ただ着地狩りは素直ですよね、はい、あの台がないんで、台がないし着地狩りが強いクラウドなんで、着地狩りは素直にできるですけど、まあクラウドの着地もそうですね、はい、うまい、よしたきょよしたきょ掴んでいる、しっかりとリミット吐かせましたね、吐かせましたね、ジャクジャクジャク、さあラインの入れ替わりが激しいが、そうですね、一度ラインを引く、空中しろ根元ガードは角感が取れる、やはり着地がうまいですね、うまいですね、着地と復帰はもう完全にクラウド使いですね、もうメイン級ですね本当に、はい、ウエスマッシュ、ウエスマッシュ撃墜する、ほかほかが溜まってたんで撃墜しましたね、そうですね、今のウエスマッシュの判断お見事と言うしかありませんね、横スマッシュかなって思ったんですけど、そうですね、僕も横スマッシュと思ったんですけど、確かに今横スマッシュ振ったらちょっと当たんなそうでしたもんね、本当にお見事でした、さあ乗っているパセリマン乗ってますね、さあしかしリミットが溜まる、掴んでる、掴んでいる、クラウドに上パンした、まあ通選手らしいですね、らしいですね、掴んでいる、さあ展開を終始取っているのはパセリマン選手だが、きつい裏手、ちょっと美味しい形でしたね、そうですね、空中後ろで、空中後ろ、お見事ですね本当に、これはこれは何もない、復帰うまいですね、今いすね、頭ちょっとでも出たら空中前当たってます ね、 そうですね、さあこの崖の展開を空中後ろ最後までちゃんと見てるいけると叫ぶ、自分に言い聞かせてますよ、そうですね、しかし本当にありそうですね、まあクラウドなら全然こっからでもあるキャラクターですよ、そうですね、まあこの状況ルカリオで慣れてると思うんですよ、確かに、いくよ、さあこれはああそうですね、クラッとけって感じですね、まあ、ただ波動は溜まってますよ、そうですね、もう波動補正が、波動は溜まってますね、もう一発ですよこれ、うまい、あーこれはもうこれはもうあれ一発ですねそうですね、ただおっとなんだなんだなんだ、あったっとこれ2本目のパセリマンまずくないですか、いやまずい、じゃ今の精神的ダメージちょっときついですね、精神的ダメージがきついですね、ただ通算が3手先を読んだ感じですね、3手先読みましたね、3手先読んでましたね、なんか競技に出たの見てから回避しちゃった感じだったんですけどね、そうですねまあいや十中でしたね、十中にはまりましたねこの終点いやなんで拒否ってないんですかね負けずに終点なんで終点拒否しないんですかねもう勝ちましたからね、1戦目なんで勝っちゃったんですかねさあ展開は先ほどはパセリマン選手押してたんですけど、そうですね、徐々にクラウドのターンが回ってきてますね、回ってきてますね、地上の読み合いでディリーに勝つともう一気に流れは持っていけそうですね、そうですね、着地があまり強いキャラクターではないので、はい、ディリーコング、うわ、掴み返してる、ダッシュを掴む、しっかりしている、うまい、ジャンプ掴んで口前当たらない、ちょっとメンタルが来てる感じですかね、そうですね、しかし見てるとこしっかり見ている、2段ジャンプ、空中後ろ、強切りしましたよね今しかも頭出ましたね今出ましたね、うわー、読んでるんですけど発生がちょっと遅いですね、まあディディコングの回避も優秀ってところがありましたね、そうですね、出ましたねさあ一度ラインを入れ替えて、クラウドが崖を背負わせる形、おっとどんどん見せていく、フリップをふんだんに見せてますね、見せてますね、今の下投げ非常にうまい、空中ニュートラルまでもうまかったが、その後は2択だったですね、さあ波動溜まった、波動が溜まる、先ほどの悪魔がよぎるかいやこれはいやバナナ持ったところしっかり素晴らしい飲んでいる、強切りの振りどころが本当にうまいですね、さんざんやりすぎじゃない
さあ一度ラインを入れ替えたのは2クラウド、2クラウド真ん中に戻して、これは真上の方、クラウド重い、まだ撃墜ならず、空中しろ、先に出したことであの持続を増やしましたね。はいはいはい、まだですね。そうですね、空中上に OP がかかってしまったため余計にですね。そうですね、何してくるんだ先ほどから、空中しろ当たらず、空中上前、上強、撃墜、ね、上スマッシュとかだとずらされる危険があったので、そうですね、上強しっかりしましたね。抜けやすいんでね。そうですね、クラウドこういうの本当に抜けやすいですからね。2クラウドが少し押してるように見えるが、しかしディディーコングのターン継続力ならわからない。そうですね、しっかり差し出して、あのフリップに角換とんのすごいことですよね。すごいです、相当難しいんですけど。おっと今読み勝っていたか。おっとおっと、パセリマン選手こういうの狙うのちょっと珍しいんじゃないですか。そうですね、まあ大体当たんないですけどね。まあ確かにパセリマン選手辛そうな声出してますね。まだ終わってないよ。なんでって言ってますね。よっしゃキャン出ましたね今。よっしゃキャン出ましたね。マオさんのお箱なんですけど、はい、しっかり見ている。いやなんか、うん、うまいんですよね。なんかわちゃわちゃした展開でもしっかりこういうのを当てれるんですよね、ツー選手。